ハンジミンは、韓国の女優、BH エンターテインメント所属。身長160センチメートル、体重43キログラム、ソウル女子大学校人間開発学部、社会事業家卒業、二人姉妹の次女として生まれる、元サッカー韓国代表監督のキム・ジョンナムは、叔父であり、自身も子供の頃からサッカーに親しんだ。 小学生の頃から学習誌のモデルとして活躍し、ファッション雑誌、セシのモデルからタレントに抜擢された。ハイティーン雑誌の表紙モデルや CM、チョソンモノ、ピアノなど多くのミュージックビデオに出演するなど、幅広く活躍。ドラマ、オールインで、孫平行の子供時代を演じ脚光を浴びたが、実際の年齢はソン、孫平行と同じだった。宮廷官、チャングムのいで、 主人公の友人神美を演じ、視聴者に顔を知られる。2006年1月22日午前に1時ごろ、ソウル小路近隣で、MBC のドラマ、狼撮影中に、スタント車に跳ねられる事故に遭い、共演のエリックと共に入院を要する怪我を負った。狼は、放送中止となる。その後、無敵の新入社員でエリックと共演。宮廷女官。 チャングムの誓いのイビオンフン監督作品、イサンでヒロインを演じ、一役、トップ女優の仲間入りを果たす。屋根部屋のプリンスで披露した流暢な英語が話題を呼んだ。2018年6月、大韓民国国家法訓どころの提案を受け、第63回、秋田旅、記念式で、ヘイン囚助の追悼婚し、私たちみんな緑の平和が訪れるようにお朗読。 2018年の主演映画、虐待の証明で、清流映画賞の主演女優賞を受賞。ありがとうございます。